ハロー YouTube、ニーハオヨーコアン、リンチーです。今日も日中を股にかけた、電波の良さを求めて、デスクの位置を変えたバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。いつも座ってた位置ね、本当にね、なんなのかな、電波が悪すぎてですね、ちょっとね、おそらくはね、電波が良いであろう位置にね、変えてみました。ここね、時々5G が入る感じなんですよね。まあ、4G だったら、おそらく、まともに入るみたいなね、感じの、位置ですね。はい、ですね、今日の、中国語なんですけども、シュウウェイということで、このですね、シュウウェイっていうのはですね、世界衛星の、略でですね、要はですね、WHO のことですね、中国語で、シュウウェイっていうんですけども、まあ、今回はね、これ関連の、ニュースが多いかな。はい、それではですね、一個一個、見ていきましょうね。まあ、1本目の、動画なんですけども、はい、これはですね、中国国内の、e コマースサイトでですね、有名なチントンっていう、会社があるんですよね。で、これはね、なぜか、このチントンの、車だけ、通してもらえないと、それがね、なんでなのってこう騒いでるところなんですよね。で、一説によるとですね、このチントンがですね、チントンでね、東京を逆にした感じなんですよね。まあ、京都って書くんですけども、このね、京都がですね、上海の、市民にですね、より、安く、物資を提供していたと、いうことで、まあね、本当はですね、例えば、無料で来た物資をね、横流しして高値で売りたいね、人々がですね、こういうふうに邪魔をしてるんでは、ないかと、いう話ですよね。だから、まあ、意味がわかんないんですよね。その横でですね、全然他の車が通ってるのに、このチンドン、京都のね、車までね、通れないみたいなね、感じに、されてしまっているんですよね。まあ、だからこれがね、本当に上海のね、まあ、一部の、食料不足にね、つながっているのかもし、れませんね。はい、ということでね、次の動画、こちらなんですけども、こちらは何が起こってるかっていうと、この男性はですね、まあ、あなたの赤ちゃんとあなたは、バラバラにならなくちゃいけませんよって言われてブチ切れてるわけなんですよね。ここがどこかと言われると、ファンツァンって言われている、まあ、要は隔離施設なわけなんですよね。巨大隔離施設ですね。まあね、この隔離施設もですね、場所によって非常に環境がいいとこと、悪いとことね、あるみたいなんですけども、もうそれにしてもね、本当にね、親と子供をね、分けるなんていうのはね、ちょっとね、いくらなんでもね、なんていうのかな、まあ、動物扱いですよね。もう本当にこれはね、怒って当たり前だと、思いますね。でね、この動画、もちろんね、中国国内の、動画なんですけども、まあ、それのね、書き込みもですね、本当に、皆さん怒ってましたよね。本当になんか人間性がないから、その親と子供をね、分けようとするんだと。で、こんな子供をね、親から引き離そうとするなんてね、本当にかわいそうだと、そういうふうにね、言ってる、わけなんですよね。まあ、だから、まあね、本当に、なんていうのかな、待遇改善した方がね、いいんじゃないかって、思いますね。はい、じゃあね、中国語のシュウェイをね、回収するということで、まあ、要はですね、このシュウェイの、誰だったかな、この人の名前、テドロスさん、
だったっけ そんな名前だったと思うんですけども、そのシーウェイの、その代表の人がですね、その中国に対してですね、WHO を、代表した人が、要はですね、ゼロ政策を、やめて、ウィズ政策に移行してはと、そのようにね、発言したということで、とりあえずですね、この、テドロスさんがですね、そういうふうに発言したっていうページだけかな、一時期、中国国内からね、見れないようになってですね、それに対してですね、2年前、中国の外交官がですね、WHO、2名ぐらいね、WHO を、支持する、WHO は素晴らしい機構だと、WHO の、言うことを聞くべきだと、そういうふうにね、発言していた、動画がね、中国国内で、バーってこう、出回っているわけなんですよね。そのぐらいね、皆さんね、その今のね、対策を、嫌がってると、早くやめろよ、みたいなね、感じでね。それに対して、その中国国内のね、外交部の方からですね、今度は、このなんていうの、WHO が言ってることが、荒唐無稽だということで、要はですね、アメリカの方でね、たくさん死んでるではないかと、そういうふうにね、反論しているわけなんですけどもね。なんていうのかな、中国の、数字がね、信用できるかどうかはね、別としてですね、以前にですね、その仮装された、人数を調べると、実際にね、だいたい毎年お亡くなりになる数が、1000万人だって言われてるんですけども、本当はもう300万人ぐらい、多いんじゃないかと。でね、もちろんね、これが全部ね、例の病気で増えた分だとは、言わないんですけども、おそらくはね、出生率より、そのなんていうの、その低く見せておこうと、そういう感じで、その1000万ぐらいにしてるのかな、みたいなにね、考えられる、わけなんですよね。それにしてもですよ、例の病気の、死にやすい要素っていうのが、まずね、超高齢はね、これはしょうがないじゃないですか。そもそもそういうものですからね。あとはもう酒、タバコ、肥満なんですよね。で、極度の肥満、やっぱり呼吸がしにくくてね、例の病気にかかったら、やっぱりお亡くなりに、なりやすいということなんですけども、なんつうのかな、アジア人って、そこまで肥満がいないんですよ。だから、普通に考えたらね、なんていうの、死にくくなるはずなんですけどもね。てかね、どっかの国が、これどこの国がっていうわけでもないんですけども、本気で、例の病気対策をしたいのであれば、簡単ですよ。タバコの禁止から始めればいいんですよ、と、したいんだったらね。僕はね、もちろんね、自己責任で、全然いいとね、思ってる感じなんですけどもね。その他ね、僕、ツイッター、ぜひ皆さんね、登録してくださいね。ツイッターの方に、破壊的な、なんていうのかな、消毒液ブワーってやってるなんか動画とかね、ドア破壊してる動画とかね、そういった細かい動画はね、ツイッターの方にたっぷり出していますんで、皆さんね、そちらの方を、よろしくお願いします。はい、ここからですね、経済ニュースなんですけども、北京人の、要はね、北京に在住、これ北京戸籍の人かな、の、平均、なんていうの、その預金がですね、20万元、今だったらもう本当にね、350万円ぐらいはね、いってるんじゃないでしょうか。そんな感じでね、持ってるよと、平均がね。それに対してね、インターネットのね、ネットユーザーの反応、やっぱ分かりきってますよね。要は平均値とね、中央値はね、全く、違いますよということで、中国国内の場合ね、全体で、
アの大体 2% の人が、80% の、ね、富を持っていると、そういった状況に、ね、なっているわけなんですよね。まあ、だから、ね、要は、ね、貧富の格差が大きいということでね、まあ、ねこれら の,、ね、お金、持っているっていうのも人民元って今のところ世界で一番刷られている貨幣なんですよね。配給量が、発行量が一番、多い、貨幣なんですよね。まあ、それがですね、海外に流れないもんで、ずっとね、国内の中にね、溜まってるっていう、状態にね、なってるんですよね。まあね、なんつうのかな、まあやっぱね、まあ、貯金はね、あった方がね、いいですよね。もう本当に。はい。ということでですね、次なんですけども、ドルト1だから、テキサスインストゥルメントっていう、半導体とかチップセットを作ってる会社がね、中国国内からね、撤退するのではないかと、そういうふうにね、言われているんですよね。で、撤退しますって一回ニュースが流れて、まあ、今ね、撤退はしないよと、そういうふうにね、出ている、わけなんですよね。で、要はチップセット作ってる会社ということで、まあ、チップセット関係はですね、なんていうの、まあ、製造と同時にですね、その国で作って製造して、かつその国でね、売りたいわけなんですよね。で、大体中国っていうのは、まあ、2015年か2016年が、スマホの、ね、売り上げだと、ピークで、それから、ね、どん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 下がってきてるんですよね。まあ、それに伴って、ね、インドとかの、ね、なんつうのかな、市場が、ね、期待されているわけなんですけども、まあ、僕は、ね、ちょっと、ね、インドがその中国と同じように伸びるとは正直、ね、思ってないんで、それでもなんか短期的には一気にガッて伸びるかなとは、思っているんですけどもね、まあ、インドとかベトナムね、あと東南アジアね、まあまあそっちの方に確実に移っていくっていうのはね、まあまあそれはわかりますと。まあそれでね、なんか撤退となるかどうかはちょっと今のところわからないんですけども、まあ中国もね、市場なくなってきたし、特に今ややこしいから、まあたくさんのね、企業がね、撤退してるっていう、状況にはね、なっていますね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。せいちぇん。